旧モデル安くなるのを待ってたら完売します。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。さあ、今日もね、Q&A コーナー行ってみたいと思います。はい。今日も、YouTube のコメント欄に届きました質問にね、お答えしていきたいと思います。まだまだ質問お待ちしておりますので、コメント欄の方にですね、書き込みよろしくお願いいたします。さあ、それではね、今日の質問読み上げていきたいと思います。型落ちを購入する場合は、いつ頃購入するのがいいでしょうか？という形で質問をいただいております。ありがとうございます。そうですよね。今の時期、次のシーズンに向けてね、道具をね、徐々に揃えていきたいなぁと思っている方、増えてきているのではないでしょうか。そんな時ね、少しでもね、お買い得に購入したいと思ってね、考えている方、型落ちを購入するっていうのね、一つの手だと思います。そんなね、型落ち、実際いつ買えばいいのか、どんな時に買ったらお買い得なのかということをね、今日はお話ししていきたいと思います。どうぞね、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、それではですね、前提条件としまして、まず型落ちとは昨シーズン以前のモデルのアイテムだということですね。はい、古いモデルということです。はい、スノーボード業界では型落ちっていうことはね、少なくって、実は旧モデルってね、表現することが多いので、今回はね、これ以降の話の中では旧モデルと表現させていただきます。ご了承ください。はい、また今回はワンシーズン前のね、モデルにさせていただきたいと思います。なぜなら、2シーズン以上前のね、モデルだと、すでにね、もう底値になっている場合があるので、いつ買ってもさほど変わらないからですね。まあ、たまに叩き売りみたいな価格になっている場合があるので、まあ、それを見つけた時はもうね、すぐに買ってしまった方がいいと思います。今回の質問では、どのような商品のね、型落ちが欲しいのかっていうのがね、詳しく内容がわからなかったので、まあ、いくつかのパターンに分けてね、話を進めていきたいと思います。まず、一つ目は、すでに完売しているお店が多い人気商品の旧モデルが欲しいと思っている場合。そして、二つ目は、もともと欲しいと思っていた旧モデルで、販売価格がね、下がるのをね、ずっと待ってたよっていう場合。そして、三つ目は、何でもいいから、まあ、定価からね、大幅割引になっているお買い得、価格の安い旧モデルを買いたいなと思っている場合とね、分けて話を進めていきたいなと思います。ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。まず一つ目。すでに完売しているお店の多い人気商品の旧モデルを欲しいと思っていた場合。はい、結論からお伝えすると、見つけたら今すぐに買った方が良いです。なぜならですね、ちょっと悩んでいるだけで完売してしまう可能性があるからなんですよね。まあ、それほど割引になっていないかもしれませんが、まあ、手に入りづらい人気商品ということであれば仕方がないと思います。まあ、完売商品もたまにね、また再入荷したりするんですよね。まあ、例えば他のお店がね、何らかの理由で、キャンセルしてしまって、まあ、メーカーさんにですね、返品した場合は、まあ、どっかのお店の方にまたね、購入していただくって販売してもらうって形になるので、完売商品でもまた入荷するときが考えられます。そしてもう一つが、メーカーのワランティー用にストックしていた在庫はね、フリー在庫になった場合ですね。これどういうことかっていう、ワランティーというか保証対象ですね。なんか あの初期不良によって交換しなくちゃいけない場合ってことも考えられるので、メーカーにはですね、販売する商品と別にワランティー用の商品っていうのがね、ストックしてあるんですよね。まあ、ただそれも ある時期が来たら取っておく必要がないので、それを販売するために、まあ、ショップさんにね、購入していただいて、また販売用にしてもらうっていうような流れになってきますので、まあ、そういった商品が出てきた時にまたね、店頭に並ぶ場合が考えられます。そして3つ目が、予約にね、キャンセルが出た場合ですよね。はい。まあ、予約とか取り置きかな、旧モデルなんでね。はい。旧モデルで店頭で取り置きしてたんだけども、何らかの理由で購入することができなかった場合は、またね、店頭に戻されますので、またそこで、販売できるよという状態になります。まあ、そういった場合が考えられるかなと思います。もともとね、欲しい商品があった場合はね、これね、完売していた商品だとしても、まあ、まめにね、ショップをね、チェックしておくことで、そういった在庫が出てきた時にすぐ買うってことができるようになると思いますので、どんな時期でもですね、はい、スノーボードショップ、チェックしていくといいんじゃないかなと思います。はい、それでは次に行きたいと思います。はい、もともと欲しいと思っていた旧モデルで、販売価格がね、下がるのを待っている場合ですね、まあ、もともと欲しいというか、今欲しくなった場合でも同じです。はい。これは、結論からお伝えすると、30% オフから 40% オフにね、なっていたらね、即買いした方がいいんじゃないかなと思います。スノーボード用品のね、お店の仕入れっていうのは商品によっても異なってくるんですけども、だいたい定価のね、60% 前後になることが多いんですよね。
まあ、ですから、まあ、経費とか販売するための経費とか考えても、まあ、30% オフにするとほとんどお店に、ね、利益って残らない状態になります。逆にもう 40% オフに 60% で仕入れた商品を 40% で販売してしまったら経費差し引いたらマイナスになっちゃいますよね。まあですから、まあ、それでも仕入れた商品はね、最終的に現金に変えていかなければ、次の商品を仕入れることができないので、割引いてでも販売しなくちゃいけなくなります。なので、お店がそのぐらいの価格になっている場合は、ああ、もう、これ以上大幅に割引されることはないなと思ってね、買っても全然ね、いいんじゃないかなと思います。まあ、仕入れ価格っていうのは、お店によってもね、異なってくるので、なんとも言えないんですけども、大量に、ね、取り扱っているお店っていうのは、まあ、仕入れが、ね、ちょっと有利になっていることもあるので、割引率も、ね、強めになる傾向がありますね。まあ、セット商品など、ねを組んでいるお店っていうのは、割引率の大きい商品ですね。セット商品にして割引率が大きくなっている商品ってあるじゃないですか。セットにしても割引が変わらない商品っていうのもあるんですけど、まあ、セットにして大きく割引されてるなーっていう印象のある商品ってありますね。ああいうのって大量に仕入れることによって仕入れ価格を抑えているっていう傾向があるので、まあ、そうした商品が大幅割引になるってこともね考えられます。はい。ちなみにですね、現在 FNTC の旧モデルはですね、とてもお買い得な価格で購入することができます。これはですね、実は昨シーズンですね、入荷がね大幅に遅れてしまって、ちょっとね一番スノーボードが売れる時期、実売期と呼ばれるですね12月1月にね入荷が間に合わなかったためなんですよね。はい。まあいつ入荷したかというと、多くの商品がね実はシーズン後半に入荷してしまったんですよね。まあご予約いただいていた方、まあ手に入らなかったね皆さんには大変ご迷惑をおかけしました。本当に申し訳ございませんでした。はい。まあ実売機に購入することができなかったので、まあ昨シーズンはね FNTC をね諦めて他の商品をね購入された方も多かったと思います。まあそのため現在ですね、店頭に在庫が残ってしまって、今ねとてもお買い得な価格で購入することができます。まあ、お店さんやメーカーにとってはね厳しい状況なんですが、まあ、お客様にとってはね逆にまたとないねお買い得に購入するチャンスとなっていますのでね、ぜひですねこのチャンス逃さずにねゲットしてもらえたらなと思います。はい。まあ、セカンドボードとしてね購入してもね良いくらいの価格に今なってますよね。はい。まあ、FNTC を欲しいと思っている人はね絶好のチャンスなのでぜひ早めにゲットしてください。まあ、特に、まあ、もう TNTC はね数が少なくなってきているので早めに買っておいた方が良いと思います。旧モデルのね性能も気になるところだとは思うんですが、まあ、ちなみに TNTC、SOT、CAT、DCC は昨シーズンモデルと今シーズンモデルの性能はね全く同じになっています。サイズバリエーションがちょっと変わるぐらいですね。そして TNT-R に関しては今シーズンね新しくリリースされるニューモデルの TNT-L と同じね性能になっています。ローダブルキャンバーというね、反り方をしている板になりますね。まあ、グラ取りはやりやすいのはもちろんなんですけども、以前までの TNT-R よりも、ターンをね楽しめるようになっている、板になっています。私のねお気に入りモデルになっておりますのでおすすめです。私も昨シーズンねトップシーズンはねこの TNT-R 乗りまくりました。めちゃくちゃ楽しかったので、ぜひですね、私のような滑りをしたいというね、私のような、ね、スノーボードの、ね、楽しみ方をしたいという方はね、ぜひ、チェックしてもらえたらなと思います。はい。それではね、話を戻しまして、一般的な商品はいつ頃からねそれぐらい割引されるのかという、ね、話をしていきたいと思います。はい。ここからですよね、知りたいのはね。はい。夏にもですねスノーボードが並んでいるお店の店頭では、新商品が入荷してくる前にですね在庫を減らしたいと思っているので、だいたい8月から、ね、9月にかけてね割引率が大きくなる傾向があると思います。まあ、店舗の面積が小さかったりだとか、夏物と冬物がね完全に入れ替わるようなお店に関しては、まあ、シーズン終わりのね春がね一番価格下がったりとかしますね。まあ、こうしたお店の場合はねスノーボードコーナーのオープニングセールでねお得になったりします。まあ、夏の間逆に店頭で並んでないからね買いようがないですからね。はい。まあ、スノーボードコーナーの、立ち上がりは夏物の、ね、在庫が少なくなったりだとか夏物の売り上げが、ね、落ち始める時期にスノーボードコーナーが、ね、ポツポツできてくるような感じですね。大体まあ小さくスタートして徐々に大きくなってくるようなイメージですね。まあ、立ち上がりの時期っていうのは、ね、お店によってまちまちですし、その年によっても変わってきちゃうので、まあ、ちょっとね分からないんですけども、
立ち上げのタイミングでお客様を、ね、呼び込むためのセールっていうね、オープニングセールっていうのをやったりするので、まあ、その時になんか広告打ったりとかしてね、割引率を大きくしたりとかしてね、やったりとかしますよね。その時はお買い得だと思います。まあ、あとは、まあ、ちょっと想像、あれですけど、イメージですけど、まあ、大体10月とか11月にね、まあ、そのようなイベントが各地で、多くやってるんじゃないかなと思いますのでね、まあ、近くのショップをね、チェックしてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。ちなみにですね、はい、私もですね、11月に大阪の京セラドームでね、開催されているね、スノータウンさんのね、オープニングイベントに呼ばれています。今年もですね、去年も行きました。はい。FMTC ブースにね、その2日間、いますね、土日の2日間いますので、ね、ぜひね、遊びに来てもらいたいなと思います。はい。またちょっと話、脱線してしまったので、元に戻します。はい。まあ、どちらにしても、その時期からね、お客様が増え始めるので、シーズンインに向けてね、旧モデルがね、どんどん在庫なくなっていきますので、どちらにしてもね、早い時期に購入した方がね、いいっていうのはね、変わらないかなと思います。次に、一年中購入できるネットショップはね、夏に一番価格が下がる傾向があるんじゃないかなと思います。はい。まあ、これは、夏にね、スノーボード用品がほとんど売れないので、まあ、需要に合わせて価格が下がっているんじゃないかなと予想します。お盆を過ぎるとね、逆に需要がね、徐々に高くなってくるので、その分ね、割引しなくても売れる傾向があるので、徐々にね、割引率も逆に、下がっていくんじゃないかなと思います。はい。これね、ネットショップの場合って、価格をすぐにね、変更することができるので、需要や在庫、そしてセールに合わせてね、いつも価格がね、変更されているように感じますね。まあ私も結構ね、価格チェックしてるんですけど、お盆前ぐらいの時にね、すごく価格が下がった商品が、お盆明けになったらね、3000円ぐらい高くなってる商品とかもね、ありましたからね。あと最近、その FNTC の在庫も、一時期すごく下がってたんですが、まあだいぶ商品売れてね、なくなってきたので、またね、徐々にね、割引率が下がってね、価格上がってきてるなーっていう印象があります。まあ早い方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ在来ですから、まあ底値を狙って買おうとしても、まあそれがいつなのかね、わからないっていうのが本音なので、まあ欲しいと思った時にね、すでに 30% から 40% オフになっているんであればね、もう買っちゃってもいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、私の大好きな楽天ではですね、はい、スーパーセールとかね、お買い物マラソンの時にはね、ポイントがね、さらにお得に1パックされますのでね、おすすめです。はい。さらにですね、セール期間中だけね、割引率が大きくなるお店とかもあるんですよね。まあ、ポイント倍増とかね、そういうのがあるので、まあ、セールの時はね、要チェックかなと思います。はい。はい。ではね、続きまして、ここまではよろしいでしょうか。はい、続きましてですね、はい、何でもいいから定価からね、大幅割引になっている旧モデルが欲しいと思っている方、はい、これはですね、お店のねセールの時にね数量限定などの割引で購入するのが一番お得かなと思います。あの広告で何枚限りみたいな出てるやつね、結構ありえない価格で出てますからね。はい。まあ、これってお店もね利益はねマイナスになってもいいので、あの広告宣伝費として考えて割引する場合があるからなんですよね。まあ、要するにねもう巻き絵ですよね。はい。もう安いのあるからおいでみたいな感じだね。はい。まあ、そのセール品があればお客さんが多く来店されるので、まあ相乗的にねお店全体の売り上げが、ね、上がってね利益が出るっていうようなねシステムになってますね。はい。50% 以上ね割引になっている場合はね、まあそうした狙いがある場合がね多いんじゃないかなと感じられますね。そして、それはじゃあいつぐらいにあるのかって言ったら、まあ、その先ほども話に出たねスノーボードコーナーの立ち上げのオープニングイベントであったりだとか、年末のクリスマスセール、そしてお正月セール、そして、シーズン終わりのね最終セールなんかはね割引率がね高くなる傾向にあると思います。まあ、特にねお正月セールはねもうお祭りなので、結構ね目玉商品出ますよね。私が勤めていたお店でもね、まあ、このやつこんな値段で出るのみたいなやつ結構ありましたね。私が欲しいぐらいみたいな。はい。ではもう、出てました。まあ、しかしながら、お正月セールって、混みすぎていて、まともに商品選ぶこともできないし、レジでめちゃくちゃ並んだりとかするので、私自身はおすすめはしません。まあ、私が買いに行くかつは絶対行かないですね。はい。お正月は逆に、家でのんびりしてたいです。はい。まあね、なので、まあ、そういった感じで自分に合ったね、ところで、タイミングで買うのがいいんじゃないかなと思います。あと、各地で開催されるね、催事の販売イベントなんかもね、お得に、な商品がね、高校に乗ったりとかしますよね。今年ちょっとね、催事のイベントで、まあ、群馬の、
前橋で行われます、スノーボード天国さんにね、多分行けるんじゃないかなっていう、ゲストにちょっと呼ばれるんじゃないかなって、まだ本決定じゃないんですけどね、ちょっと話が出ていますので、もし行けた時はね、関東エリアの方ぜひ遊びに来てください。はい。まあそういったね、イベントもね、活用するのもね、ありかなと思います。はい。まあそれ以外の大幅割引っていうのは、まあちょっとお店の分けありのね、場合が多いので、いつ頃が買い時なのかっていうのは正直わからないです。まあお店によって全然ね、もう時期も違うし、その取り扱っている商品によっても、その割引の下がるタイミングっていうのはバラバラになりますからね。まあお店のね、事情で利益よりもね、売り上げ欲しい時っていうのは結構割引ドーンってしたりとかします。まあ例えばね、決算セールとかね、そういう時ですよね。まああと、月末とかお店の締め日とかね、あるので、まあそういった時に、目標のね、売上額にね、あと少しで届くよとかね、いう時に関しては、まあ、旧品に限らずニューモデルでもね、割引してくれるお店もあるので、ちょっと話してみるといいと思います。はい。まあ、ここでちょっと私の経験談なんですが、過去にですね、車を買った時ですね、はい、年末のセールの時期にちょうどチラシ見て、違う、チラシも見てないや、年末のセールの時に、ちょっと車試乗したいなと思ってね、ディーラーさんに行ったんですよね。そしたらたまたまそれ、チラシもらって、年末のセールやってたんですよね。で、話してたら、ちょっとなんか目標にまだまだ達してないみたいで、年内にね、ちょっと1台でも売りたいっていう形で、見積もり出してくれたんですよね。そしたらもう最初の1枚目の段階からもう大幅割引してくれたので、いやいや、その値段大丈夫と思って、私自身も、ちょっと調べてはいたので、その割引率だったら、なかなか交渉してもね、出てこない価格だって言ってるの知ってたんですよね。なので、もうその場で即決して買っちゃいましたね。はい。いや、その場じゃない、次の日ですね。はい。次の日に買ってしまいました。はい。まあ、タイミング良ければ、スノボード用品もね、そんなミラクルな割引してくれる時あるので、ちょっとね、運が良ければ、はい。そういった割引も活用してね、お得に買い物できるかなと思います。はい。それでは、今日のまとめ、行ってみたいと思います。すでに完売している、お店のね、多い人気商品の旧モデル。これはですね、見つけたら今すぐにでもね、買った方が良いです。迷ってるうちにね、なくなりますからね。はい。なくなったらもう買えないですから、早い方がいいと思います。そして、元々欲しいと思っていたね、旧モデル。で、まあ、販売価格いつ下がるのかなと言ってね、待っている場合ですね。まあ、元々じゃなくても、あ、これ今調べてたら、あ、結構このモデル欲しいなと思って、あ、旧モデルあるじゃん、みたいな感じでね、見つけた場合に関しては、30% から 40% オフならね、十分お得なね、買い物なのでね、紹介してもいいと思います。できれば、その割引とか在庫的なことも考えると、夏のうちにね、買った方が良いと思います。店頭ならね、ニューモデルの入荷に合わせてね、置く場所がなくなるのでね、早く売りたくなるお店がね、多いですから、ぜひですね、今の時期ですよね、ちょうどね、はい、買うのもありだと思います。次に、ネットショップ活用してね、購入したいなと思っている方であれば、需要の少ない時期にね、割引率が大きくなる傾向がありますので、まあその時期はね、よく調べておくといいんじゃないかなと思います。まあまさにね、夏の今ですよね。はい。まああとは春のシーズン割でもね、値段下がるので、まあそのあたりをね、ずっとチェックしながら購入した方がいいと思います。まあこれからね、先に関してはシーズンに向けて逆にですね、需要上がってね、値段徐々に上がったりだとか、在庫が少なくなってくると、ちょっと値段上がったりとかする傾向もあるので、なるべく早い方がいいんじゃないかなと思います。あと各セールに合わせて、ね、購入するってことね、考えてみてください。そうすると、ね、ポイントなどなどでね、さらにお得にね、買い物できる場合があります。はい。そして最後に、何でもいいからね、定価からね、大幅割引になっているね、旧モデルを見つけたいと思っている方、はい、セールの時の特価品を狙うのがおすすめです。はい。お正月セールはね、一番割引率多くなると思いますが。ちょっと混んでいるので私自身はおすすめしないです。なので、ね、ちょっとそれを外した、ね、時期に、ね、購入に行くとね、いいんじゃないかなと思います。はい。まあ、どちらにせよ、まあ、旧モデルは、在庫限りの場合がね、ほとんどです。はい。まあ、数パーセントとかね、の価格をね、下がるのを待っているのであれば、欲しいと思った時にね、買ってしまうのがね、本当はね、一番だと思います。なぜならですね、まあ、売れ切れてしまったら、そもそも買うことができないのっていうのはね、もちろんなんですが、それ以上に、その価格を何度も何度も調べている時間がもったいないからです。その時間を使ってね、楽しいこととか、ためになることをした方がね、何倍も有意義な時間をね、過ごすことができると、私自身は思うんですよね。なので、まあ、早めに板買えば、ワックス入れたりとかして、板育ててシーズン前にね、板を仕上げるってこともできますし、まあ逆にその、板を買う時間があったら、それをイメトレして技術向上に使うだとかね、
オフトレをするとか、他のもっともっと楽しい遊びをするとかね、もっともっと活用方法はいっぱいあると思いますので、そういったところもね、時間的なところもね、考えてもらいたいなと思います。まあ、とはいえ、今の言葉ですね、まあ、かっこいい言葉並べたんですが、本当はね、私自身に対するメッセージです。私も強くこうしたい、こうしたいと思っていることなんですよね。実は私もですね、結構価格を調べてからね、買う傾向があります。まあ、特に旅行に行くときは、数千円の違いの宿をね、何度も何度もチェックしてね、決めたりしちゃうんですよね。まあ、早く宿決めて、残った時間で、その分ね、仕事をして、その差を埋めたりだとか、まあ、観光地を調べて行くところをチェックしたりだとかね、美味しい食べ物をチェックした方が、絶対に有意義だっていうのは分かってるんですよ。しかしながらね、これ未だにやめれないんですよね。いやー、誰か良い方法を知っていたらね、コメント欄の方にね、書き込みをよろしくお願いいたします。はい。いやー、以上となります。はい。まあ、今回は、割引率と在庫量にね、特化して話を進めてきました。アフターサービスだとか、商品の経年劣化とかね、細かなとこ考えていくと、ちょっと複雑になってくるので、省かせていただいています。まあ、古くなればなるほど、商品っていうのはメーカーでね、修理できる期間が短くなってしまいますし、まあ、プラスチックならね、経年劣化が進むので壊れやすくなります。まあ、それを考えると、早めに買った方がね、良いのでね、良いっていうのは間違いないんですよね。まあ、あと、修理しながら長く使う人っていうのは、まあ、ニューモデルを最大限の割引率で購入するっていうのが一番お得になります。例えば、まあ、試乗会だとか、ああいうもう、なんですか、冬の間に次のシーズンの道具を決めるとか、すると結構な割引率で予約できたりとかするんですよね。なので、まあ、そういった時の方、そうした方が逆にね、お得だったりするんですよね。まあ、しかしながら、まあ、直すなら買い替えるっていう人もいると思うので、まあ、そういう人によったっては、まあ、別にね、旧モデルを買い、どんどん買い替えていくっていうのもありだと思いますので、まあ、ちょっとね、人によって価値観っていうのは異なってきます。なんで、そのあたりはね、ちょっとご自身で判断していただければなと思います。はい、以上となります。今回の話がね、ためになったなとか、役に立ったなと思っていただけた方、ぜひですね、いいね、高評価、よろしくお願いいたします。ぜひ、初めての方はね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして、夏の間ね、チャンネル登録一回解除してた方も、これからまた冬来ますので、ね、また改めてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、今回以上となります。長い時間お付き合いいただき、本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。